ポリオワクチンとは、ポリオウイルスの感染によって発症する、種として、片側性の急性腫炭性麻痺や、急性開白髄炎を疾患した人、及びポリオウイルスによる感染を予防するためのワクチン。ポリオワクチンには、不活性化ワクチンと蛍光性ポリオワクチンの2種類がある。1952年、最初のポリオワクチンは、ジョナス・ソークによって、ヘラ細胞株に使用された臨床が、 初の試み。1955年4月12日、トーマス・フランシス・ジュニアによって不活性化したポリオンウイルスを注射したと世界中に公式に発表され、アルバート・サビンによって開発された蛍光性ワクチンはポリオンウイルスを弱毒化したものが使用された。サビンワクチンの知見は1957年に開始され、1962年にワクチンとして認可される。 オリオワクチンの接種対象は生後3ヶ月以上90ヶ月未満であるが乳幼児が主に罹患するため生後3から18ヶ月が標準の接種年齢として示されている。ワクチン接種によって人から人へのウイルス感染を防止することは世界規模の急性開発遺炎根絶のために重要である。なぜなら免疫を得た人の体内では ポリオウイルスは短期間しか保育状態になり得ず、霊長類以外が保有宿主になることは決してなく、また宿主から離れた環境でウイルスが長期間生きることはない。2種類のワクチンによって世界のほとんどの地域からポリオは根絶され、1988年には35万件、発生していたポリオは2012年には223件に減少した。 一般的に予防接種は免疫腹とともに免疫系を復活するために行われる予備刺激を働かせ免疫応答を刺激することで感染因子から免疫性を与えるとされる。野生株のポリオウイルスからの感染を防ぐために効果的な免疫性の開発こそがワクチンを受けた接種者と免疫集団を保護する。日本で 1975年から1977年に生まれた人はポリオ3型に対する免疫を持つ割合が他の年齢層に比べて低いため国立感染症研究所は流行地域の渡航に関わらず再接種を干渉しているがワクチン接種は自由診療の任意接種であるポリオワクチンは基本的医療システムで必要とされる最も重要な医薬品を列挙した 風必須薬品モデルリストに含まれている。ポリオウイルスポリオウイルスは、ピコルナウイルス科のエンテロウイルスに属する。ピコルナウイルス科は、非常に小さい。エンベロープはなく、多面体のカプシドを持つセンス RNA ウイルスである。ポリオウイルスは、傾向的に人の体内に入り、咽頭や、小腸の粘膜で増殖し、リンパ節を介して、血液中に入る。 その後、脊髄を中心とする、中枢神経系に達して、脊髄全核細胞や、脳幹の運動ニューロンに感染し、これらを破壊することで、ポリオの症状を生じる。感染後、ウイルスは素早く宿主細胞の DNA や RNA のすべての機能を妨害する。ポリオの属するエンテロウイルスは、多くの化学物質に抵抗性があり、消化管を無傷で通過し、 そこで増殖することができる。もし宿主の防御機構で不活性化されなければ、ウイルスは血管やリンパ管に侵入し、身体全体、特に中枢神経に広がる。公衆衛生が貧弱であると、エンテロウイルスは増加し、人口が過密であると、広がりはひどくなる。このような環境下では、幼少期にこのウイルスに頻繁にさらされるので、大抵の子供たちは、乳児期に感染を受ける。 この時期だと麻痺を起こすことは少なく、年長や成人ではより麻痺に至りやすい。したがって麻痺性ポリオは、開発途上国ではあまり流行していない。ポリオウイルスは、血清型から3種類に分類され、3種類ともポリオを発症させる。野生株によるポリオ発症は1型によるものが多く、ついで3型である。ポリオの診断は、喉スワブやからウイルスを分離して、 その細胞変性効果を見ることによって行われる。治療により症状を緩和できるが、呼吸筋が麻痺した患者は、永久に、鉄の肺の中で過ごさなければならない。ソークワクチン、もしくは不活性化ポリオウイルスワクチンは、3種類の野生株の毒性血糖ウイルス、魔ニー、メフマイナス1、ウ血糖、サルの腎臓の培養細胞を用いて培養し、ホルムアルデヒドによって、 不活性化させたウイルスを注射するワクチン。ソークワクチンの注射で、血液中のの免疫グロブリン G による免疫によって、ポリオウイルスによる感染を防ぐことで、ウイルス血症の進行を防ぎ、運動ニューロンを保護することで、例えば塩髄ポリオやポリオ後症候群のリスクを回避することが可能となった。不活性化ワクチンは4回接種が通常であり、 4回目の接種で免疫を復活するためである。アメリカ合衆国では、ジフテリア、破傷風、100日咳の治療を含めた3種混合ワクチンと、小児科で使われている B 型肝炎ワクチンが開発された。2002年には5科の原子化を組み合わせた IPV を含んだワクチンが、アメリカ合衆国で使用が認可された。不活性化ポリオイルスワクチンを使用すれば90、90%か。 それ以上の割合で、ポリオウイルスの血清型である全3種類を抗体によって進行を防ぐことができる。不活性化ワクチンにより誘導された免疫の記憶は一生持続するが、感染防御以上の抗体持続期間には限りがある。不活性化ワクチンは血清中抗体は誘導できるが、腸管免疫を誘導できない。このため、 ポリオウイルス感染による急性脂感性麻痺発症予防は可能であるが、経口性ポリオワクチンより流行を阻止する力は劣っている。感染防御レベル以上の免疫持続期間も短期的であり、一生免疫を持続させるためには定期的な接種が必要で、そのために接種費用が高くなる。1963年のこのポスターは公衆衛生の国際的象徴とされている。 マスコットの名は、ウェルビー蛍光性ポリオワクチンの接種キャンペーンの公共のマスコットである。蛍光性ポリオワクチン蛍光性ポリオワクチンは、弱毒化された生ワクチンである。人以外の培養細胞で培養され、人の体温より低い温度で潤化されたことによって、ウイルスゲノム内で自然突然変異が誘発され、それによって弱毒化されている。蛍光性ポリオワクチンは、 陰頭と腸管での局所免疫と全身免疫の両者を誘導する。集団免疫によるポリオ根絶には蛍光性ポリオワクチンが優れているが、腸管で増殖したワクチン株ウイルスは便中に排泄され、周囲の人に感染し、周囲の感染を繰り返す中で強毒化する危険性がある。蛍光性ポリオワクチンは、 ポリオワクチンを研究するいくつかのグループで開発がなされ、他のグループにはヒラリー・コップロースキーや H.R. コックが指揮するもあり、グループ独自の弱毒化ワクチンが研究開発されていた。1958年、アメリカ国立衛生研究所はポリオワクチンの特別委員会を創設する。アマタールワクチンの動物実験において、 猿の神経病原性の低発生率を維持し、ウイルスの及ぼす免疫誘導効果を慎重に評価した。1950年後半から1960年前期によるソビエト連邦の大規模な治験は、ミカイル・チュマコブとその同僚によって、ワクチンの効果と安全性が実現された。これらの治験の結果に基づき、アルバート・サビンたちは世界中に、 蛍光性ポリオワクチンを配布した。サビンワクチンは57個ある DNA や RNA を構成する塩基地間をポリオウイルスの有毒源の中からウイルスを弱毒化をしたサビン1系統と2つの塩基地間になる弱毒化サビン2系統と10の塩基地間になる弱毒化サビン3系統をそれぞれ区別させた。この弱毒化要因の共通する3種類の サビンワクチンは、ウイルスの配列内リボソーム侵入部位において、突然変異を起こし、RNA や DNA のヘアピン様二次構造の、ステムループ構造を変化させ、ポリオウイルスの繁殖力を低減させることで、主細胞の RNA への感染を防いだ。サビンワクチンの弱毒化したポリオウイルスは、腸の中で、とても効果的に増殖し、 ポリオウイルスの細胞への感染と複製を阻止したが、神経系組織においては複製することができなかった。経口性ポリオワクチンは管理することが容易で、無菌の注射器や大規模なワクチンキャンペーンのために持ち運ぶ必要がなかったため、総クワクチンよりも免疫の観点から長く提供がされていた。経口性ポリオワクチンは、通常薬を入れるバイアルにワクチンを10から20回分、 詰める。経口性ポリオワクチン1回分は、サビン1系統で100万感染単位を含み、サビン2系統では10万感染単位、サビン3系統では60万感染単位が、含有されている。ワクチンには、抗生物質から、ネオマイシンとストレプトマイシンまで含まれるが、防腐剤は含まれない。経口性ポリオワクチン1回で3種類の、 ポリオンウイルス結成型に対して接種者のほぼ50%が免疫性を獲得することができる。生弱毒化蛍光性ポリオワクチンの3回で3種類あるポリオンウイルスのすべてに対して接種者の95%以上に抗体による免疫性の保護が見られる。蛍光性ポリオワクチンは野生株のポリオンウイルスの主幹線細胞において 消化器中の免疫の生産が優れており、野生株のウイルスによる感染をほぼ防ぐことができる。1961年に1型と2型の1価、蛍光ポリオウイルスワクチンが認可され、1962年には3型のマップブが認可される。1963年には3価、蛍光性ポリオワクチンが認可され、アメリカと世界中の多くの国において、 ワクチンの病状に適したワクチンの選択が可能となったため、不活性化ポリオワクチンからとって代わり主流となる。イミュニゼーションの大きな第二の波は、ポリオという病気の数をより大幅に減少させることとなる。1962年と1965年の間、約1億人に及ぶアメリカ人はサビンワクチンを接種した。事実、 急性回白髄炎の病気の多くが減少し、ソーくワクチン接種の後で、さらなる減少につながることとなった。ワクチンで使われる生ウイルスは、公衆衛生が低い便器と、ウイルスが広がっているコミュニティの中で発生する。生ウイルスは、温度の高い地域と人里離れた場所での発生が、起こりやすいという問題があるため、厳重に保管され輸送される。 蛍光性ポリオワクチンは生ウイルスワクチンとして、ほぼ永久に免疫性の獲得のため利用されるだろう。1967年に西ドイツのボンで行われた角砂糖に1回分の蛍光性ポリオワクチンを加えるズポリオは大変古い病気である。数千年前のエジプトの壁画にもはっきりとその疾病によって引き起こされた様子が描かれている。今日、 アメリカ合衆国で感染するのは大抵が予防接種を拒否している宗教集団かワクチンによって守られていない不法入国した外国人である。麻痺性急性開白髄炎は1979年のアメリカ合衆国において野生株のポリオウイルスが原因によるフード病としてアメリカ合衆国中西部にあるいくつかの州の ドイツ系移民の宗教集団の間で発病されたケースがアメリカにおける麻痺性急性回白髄炎の最後のケースになった。1936年、ニューヨーク大学の研究助手のモーリス・ブロディはすりつぶした猿の脊髄を使いホルムアルデヒドで不活性化したポリオワクチンの生成を試みた。ブロディによる当初の試みは十分な量のウイルスを得られずうまくいかなかった。 まず、ブロディ自身と何人ものアシスタントがワクチンの実験体となり、それから3000人の子供にワクチンを施したが、子供たちの多くにアレルギー反応が現れただけでポリオの免疫を獲得した例はなかった。同年、フィラデルフィアの病理学者、ジョン・コルマーは、ポリオワクチンを開発したと主張したが、そのワクチンではポリオの免疫性の獲得ができないばかりか。 麻痺性ポリオの原因となったことで避難された。ジョン・コルマーのワクチンを投与したうちの9人には致命的な麻痺が発症した。1948年、ボストン小児病院で働いていたジョン・フランクリン・エンダースの研究グループにより、ポリオウイルスが様々な身体組織で増殖することを新発見する。それまで神経細胞でしか培養できなかったポリオウイルスの大量培養を可能にした。 このグループは近年の研究では細胞培養によって流行性自家生炎を発症させることに成功。1948年3月、トーマス・ハックルウェイラーは肺組織において水糖ウイルスの培養に成功。続けて、トーマスは試験管にポリオウイルス培養のためウイルスを植え付けたが観察が終わった後に試験管の中が使われていなかったことに気がつく。 ポリオウイルスとテスト用の試験管に残ったものを加えたものによって実験用マウスの脳ではポリオウイルスの感染が確認できてわずかだったがポリオウイルスを培養させることに成功した。この成功はワクチン研究に多大な成果を促しエンガースとその同僚たちトーマス・ハックルウェーラーとフレデリック・チャップマン・ロビンスは1954年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。 この年には3種類のポリオウイルス結成型が証明されているポリオウイルスは血液に存在しチューブを引き起こすタイプが検出されガンマグロブリンが麻痺性ポリオウイルスに対抗しウイルスが中和されることによって抗体による保護がなされるアルバート・サビンとロバート・ギャロおよそ1985年1952年から1953年のイギリスで ポリオウイルスが原因とされる病気が9万3000件起こったこのイギリスのポリオによる伝染病の最中に広告利益の中から数百万ドルがワクチンのマーケティングとポリオワクチンの研究に投資された HR コックの指揮するニューヨークのレダール研究所にも投資されレダール研究所で働いていたポーランド生まれでウイルス学者であり 免疫学者でもあるヒラリー・コプロースキーによって1950年に世界初であるポリオワクチンが成功したと発表された。コプロースキーのワクチンは弱毒化された生ウイルスを口から投与するワクチンだったが、まだ研究段階にあり使用するには、ジョナス・ソークのポリオワクチンの発表の後、5年を待たなければ市場には出せないものであった。コプロスキーの弱毒化ワクチンは、 継続的にスイスのアルビノシュマウスの脳を実験し続け、7度目で実験で麻痺を引き起こさずに、ポリオウイルスの神経組織への感染を防ぐことに成功した。その後1回から3回のラットによる実験を行った後、あとワクチンの人への使用の安全性を確証していった。1950年2月27日、コプロスキーの生きた弱毒化ワクチンは、 レッチワース村で生活する8歳の少年で最初のテストが行われた。コプロスキーはニューヨークの施設では肉体的、精神的に実験を行うことができず、実験後8歳の少年には副作用は起こらなかった。その後、コプロスキーは実験の対象を19人に広げていった。コロンバスでの大規模なポリオ予防接種、ポリオワクチン接種本部、 1957年のピッツバーグ大学、ジョナス・ソークとソークのチームがワクチンを開発した1952年、最初の効果的なポリオワクチンを開発したピッツバーグ大学のジョナス・ソークだったが、臨床試験には何年もかかった。長い期間の忍耐により、ソークは CBS ラジオで1953年3月26日に、 大人と子供の小集団におけるテストが成功を収めたと報告している。この2日後、ジャマに結果が公表された。1954年2月23日、ワクチンはピッツバーグのアーセナル小学校と障害者児童のための DT ・ワトソンの家で投与が開始された。総クワクチンのテストはトーマス・フランシス・ジュニアが指揮を取ったことから通称フランシス・フィールド・トライアルと呼ばれ、 歴史上最大規模の医療実験とされている。実験の当初、バージニア州マクリーンのフランクリン小学校の子供たち4000人を対象として開始され、最終的にはメイン州からカリフォルニア州に及ぶ全米44州、延べ1800万人に及ぶ子どもたちが参加するという広大な規模で行われた。知験の終わりまでに子供たちには大まかに見積もっても、 44万回に及ぶワクチン注射を1回もしくはそれ以上投与し約21万人の子どもたちには規約が投与され無害な媒地として比較するため120万人の子どもたちのグループには予防接種と認証の工程を受けさせないよう管理しポリオウイルスへの感染状態を観察したフランシスフィールドトライアルの結果が1955年4月12日に 公表される。ソークワクチンは PV1 には60から70%の効果があり、PV2 と PV3 に対しては90%を超える効果を見せ、エンズイポリオの進行には94%という驚くべき結果となった。ソークワクチンは同年には子供予防接種キャンペーンとしてすぐにその認可が下りた。NGO のマーチオブダイムスの大規模な 予防接種キャンペーンが促され、アメリカの記録ではポリオウイルスが原因となる病気は、1953年の3万5000件から1957年には5600件と大きく下落し、1961年に至っては、たったの161件と記録されている。ソマリ族の男の子に不活性化ポリオウイルスワクチンを投与している。 写真不活性化ポリオウイルスワクチンの薬理学的な潜在性の増加に伴って1987年11月にアメリカで正式にポリオワクチンと認可された。ポリオワクチンの予防接種は生後から始まり、最初の注射は生後間もなく投与され、2度目は生後4ヶ月、3度目の注射のタイミングとしては生後6ヶ月から18ヶ月の間に投与すべきだとされる。 追加の予防接種としては、年齢としては4歳から6歳が目安となり、学校に入るまでのに全部で4度受けることが公式的な予防接種とされる。国によっては5度目の予防接種は、青年期の間となっており、発展途上国の大人の予防接種としては必要に応じて受ける。これは、発展途上国において、ほとんどの大人はすでに野生株ポリオウイルスにさらされる。 危険性が非常に小さいためである。1988年、ポリオ根絶が世界的な動きを見せ、世界保健機関、国際連合児童基金や国際ロータリー基金が主導となり、アルバート・サビンが開発した、蛍光性ポリオワクチンが各国へ広がる。1994年までには、南北アメリカでポリオは根絶された。2000年に入ると、オーストラリア、 中国を含む西太平洋の36カ国も公式に根絶を宣言し、2002年ヨーロッパでも根絶したとされた。ポリオが原因による病気が2年以上、発生されたなかった国はポリオフリーとみなされ、2011年1月、インドでのポリオによる病気がなくなったと報告され、それにより2012年2月には世界保健機関のポリオ感染国からインドが外される。 2008年には、フード病としてポリオが流行している国は、たった3国となった。世界中のほとんどの地域で、ポリオウイルスによる伝染が防がれたが、しかし、野生株のポリオウイルスによるポリオの輸入には、継続的に感染リスクは高まるものの、仮に、ポリオウイルスが輸入されることで人による感染者が出ても、急性開白髄炎が発生するのは、 発展途上国の未発達な医療技術と貧困による不衛生な限られたエリアとされているが、その反面、野生株のポリオウイルスの輸入を防ぐための高度な医療技術による予防接種は維持されなければならない。経口性ポリオワクチンについて、神経学的感染と麻痺性ポリオに対してワクチンの普及が達成されると、蛍光ポリオワクチンの副反応である。 ワクチン株により発症する急性脂肝性麻痺とワクチンを受けた人から周囲の人に感染し感染を受けた人が発症する急性脂肝性麻痺が問題となった。臨床では急性脂肝性麻痺が発病してもそれが生ワクチンによるポリオウイルスが原因となったのか野生株のポリオウイルスが原因になったのかは判別ができない。ワクチン投与による 麻痺性急性回白髄炎の発病や生ワクチンのポリオウイルスが原因となる発病が報告されたが、これは経口性ポリオワクチンが普及した一部の地域に起きていることで経口性ポリオワクチン自体が原因によるものだと思われる。野生株ポリオによる病気の減少と経口性ポリオワクチンによる発病のため安全性の観点からも ポリオワクチン由来株不活化ワクチンの方が優れている。不活化ポリオワクチンを接種したとき、野生株ポリオウイルスにさらされる小さなリスクは残るものの、不活化ワクチンは、経口性ポリオワクチンに比べて、胃腸免疫性の獲得が少ないが、神経系組織からのウイルスの感染を防ぐ要因は高く、1950年代中期のポリオワクチンの 広がりは多くの工業国の間で急性開白髄炎の減少となった。2000年のアメリカ、2004年のイギリスの傾向性ポリオワクチンの使用が中止されたものの世界中の多くの国では使用され続けていた。2013年のインドでは傾向性ポリオワクチンの副反応による急性脂肝性麻痺が4件起こっている。副反応による急性脂肝性麻痺は 地域により異なるが75万あたり1件のワクチン接種者が発病した事例もある。また、副反応は子供より大人に多く発病が見られ、子供でも免疫不全に侵されている子供の中では、急性肝性麻痺にかかるケースは7000件以上ある。特に B 型肝炎症状と共に現れ、抗体による保護が低下する。WAP と VCC は、 高品質の予防接種を複数回受けることで免疫性の獲得を促して発生を阻止することが可能であり世界保健機関は予防接種による恩恵は仮にワクチンが原因となりポリオが発病するリスクと比較しても予防接種を受けないよりも予防接種を受けた方が良いと考えている1960年ポリオワクチン製造のため使われていた赤毛猿の 腎臓細胞が SV40 ウイルスに感染していたことが判明した。SV40 は1960年に猿に自然発生したウイルスとして感染が発見され、1961年には SV40 はネズミ目にできた腫瘍とされていた。近年、ウイルスは人間の癌として決まった形で発見されており、脳腫瘍と骨腫瘍、胸膜、腹膜中皮腫、 非保持リンパ種の何種類かがウイルスによるものとされているが SV40 ががんの原因となると判明したわけではない SV40 は1955から1963年の間不活性ワクチンの副作用として発見された蛍光性ポリオワクチンでは発見されず1955年から1963年の間にワクチンを9800万を超える アメリカ人が1回からそれ以上接種し、SV40 によって汚染されたワクチンを100万から300万人のアメリカ人が接種したとされ、分析後、汚染ワクチンが1980年まで東側諸国で使われた可能性がある。これは何億人が SV40 にさらされていたことになる。1998年、アメリカ国立がん研究所が大きな知見を始めて、 汚染されたワクチンが癌が情報に加えられた。知見によって SV40 を含んだワクチンを接種した人が癌がと診断されなかったため、汚染ワクチンによる癌は増加していないことが公式に発表され、1957年後半の汚染されたワクチンを接種した70万人の癌発生率をスウェーデンの大規模な知験では調査したところ、知験によって s v 四十を含んだ。 ポリオワクチンを接種した人の癌の増加はないと発表された。SV40 が原因とされる癌については疑問が残るが、人の身体組織の中で SV40 の発見は長期にわたる論争の解決になるとされる。1958年から米国国立衛生研究所は、蛍光性ポリオワクチンがサビン系統に対して最も安全であると決定を下した。 1957から1960年の間、ヒラリー・コプロースキーは世界の至るところで自分のワクチンを投与し続け、アフリカのベルギー領地において、そのワクチンはおよそ100万人に投与された。知見の結果によりある議論が持ち上がる。蛍光性ポリオワクチンが原因でエイズを発症したのではないかという仮説は、危険性を顧みずに長年ワクチンを、 投与し続けたという非難となり、チンパンジーから人への SIV 感染を起こしたという状況が今のエイズ問題につながる。しかし、これらの仮説はいくつかの知見により、仮説が誤りであることを明らかになっている。2004年、アフリカにおいて、急性回白髄炎のケースは減少しているものの、近年、ポリオワクチン予防接種キャンペーンの反対活動が活発化しており、 その原因はワクチン接種による不妊とされている。急性回白遂炎がナイジェリアで再び猛威を振るいアフリカの他の国にも及んでいる。これを受けて疫学者たちはアフリカの一部地域の人々が自分の子供にポリオワクチンを受けさせることを拒んでいるためだと信じている。ありがとうございます。